はい、おはようございます。炭酸泉太郎です。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、老化予防のアイデアとかヒントをですね、新たに配信していきたいと思います。今回はですね、この冷房による顔冷え対策ですね、この方法をですね、新たにお伝えしていきたいと思うんですけども、もう最近ですね、大阪もで、ね、夏本番ということですね、 なってですね、むちゃくちゃ暑いですね。びっくりしました。今年の夏はなんかもう寒いかなと思っていたんですけども、この2日ぐらいですね、すっごい暑くてびっくりしております。はい、夏バテしないようにですね、していきたいと思うんですが、最近ですね、その電車に乗るっていうこともあるんですけども、最近ちょっと前からですけどね、気づいてたのが冷房がきついってことなんですね。電車だけじゃなくてバスもそうですし、お店、百貨店とか行ってもですね、なんか寒く感じるんですね、どこ行っても。で、やはりそのオフィスで働いている僕もそのサラリーマンとかの時に。感じたのがですね、今のその来られてる方も言ってるんですけど、やっぱり冷房っていうのはですね、頭にかかったりとか顔にかかったりしてですね、顔が冷えてるとか顔が硬くなった気がするとか言われるんですよ。まさにそれってですね、この冷房による顔冷えなんですね。で、顔が冷えることで何が起きてくるかというとですね、まあ冷風が当たると乾燥してお肌が悪くなったりとかですね、シワができやすくなったりとかするわけなんですね。で、今回ですね、この僕が顔冷え対策っていうことでですね、オフィスでもできる簡単な方法ですね、何個かお伝えしていきたいと思うんですけど、今回はですね、このほうれい線周りのですね、頬ですね、あ、漢字がちょっとわからなかったんで、頬周り、ここですね、ここ周りのですね、セルフケアをお伝えしていきたいと思うんですけど、この頬って別にもう書かんでいいですね、必要ないな、はい。頬のですね、この、言えばですね、ほうれい線のシワの溝であったりとかですね、顔のたるみがですね、気になる方、この冷房でですね、またまたさらに心配になってくるあなた、絶対ですね、これやってほしいと思います。まずですね、やり方なんですけども、まあ、オフィスなんでない方もおられると思うんですけど、結構通な方はですね、家用とオフィス用って分けてるらしいんですけども、これをですね、ぜひ使ってほしいと思います。これでね。はい。で、これなかったらですね、まあ、化粧水とかですね、美容液とかでも結構なんですけども、ただ、オフィスじゃなくてもいいんですよ。お家でやってもらっていいんですよ。寝る前とかでもね、やってほしいと思うんですが、まずですね、顔にかけます。もうここら辺もですね、いつもと同じパターンなんですけども、まあ顔にかけてですね、馴染ませるっていうのもこれ同じ方法なんですけど、まあこれだけでもですね、かなりその筋肉の状態がですね、上がってきます。なぜならですね、炭酸が、皮膚から浸透して毛細血管を拡張することによってですね、固まっている筋肉にも血液とかが流れることによって、栄養素、酸素とかが供給されるんですね。それをですね、利用してですね、セルフケアするとさらに効果が出るってことなんですけども、このほうれい線の方のですね、やり方なんですけども、僕ですね、こう笑うとですね、ちょっと右の方がちょっとあるんかなって感じなんで、右の方をですね、僕今からちょっと、冷房による顔冷え対策でですね、やっていきたいと思うんですけど、このほうれい線の上に、右のほうれい線だったら、左手を使ってください。左手をほうれい線の上にこう、鼻の横ですね、ここら辺にこう置くような感じ、こういう感じで置いてください。あ、こうか、ちょっとね、こういう感じで。で、あとですね、この頬が下がっている方、頬が垂れているって気になる方は、この右手が余ってたらですね、右手をここに押さえてください。目尻の横。ここですね。こういう感じ。こういう感じにしてほしいんですけども、これでですね、この左手の方をぐーっと耳の横にこう引っ張ってほしいですね。押さえながらぐーっとやったらですね、ここら辺にですね、気持ちいい感覚があるんですね。気持ちいい感覚。こういう感じで伸ば、耳の方に伸ばし、押していくような感じ。押しながら横にこうスライドするような感じですね。こういう感じですね。もう一回いきますよ。こういう感じ。これお化粧してたらちょっとお化粧の問題があるかもしれないんですけども、こういう感じですね。すらしていく感じですね。はい。で、なかなかですね、押してするのってなんか違和感があるんだったら引っ張ってください。小鼻の横のこのくぼみがあるんですけど、ほうれい線の上に。ここをで引っ張ってください。で、こっちの手も引っ張ってください。引っ張ることでシワを伸ばすようなイメージですね。こういう感じでやってほしいんですけども、これで、10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやるとですね、ほうれい線がですね、あ、ちょっとこう薄くなってません？薄くなってる感じがするんですけどね。で、これをですね、こう上げていくとですね、どんどんリフトアップしていくんでね、頬が上がっていくんですね。で、頬が下がるっていうのはですね、この冷房によることと、まあ、年齢のその老化によるものもあるんですけど、ここってやっぱり一番気になるじゃないですか、ほうれい線が出てくると。なので、ここのシワをですね、消すために今のケアをですね、やってほしいんですけど、逆の手でですね、グッと引っ張ってほしい。
で、ずっと横にスライドできるとこう、炭酸とか化粧水とか使うことでその摩擦をね、軽減するために使ってほしいんですけど、これで横にグーッとやることでこう気持ちいい状態ですね。グーッとこういう感じでやる感じ。で、これできたらこっちも、頬がね、下がりすぎが気になる方はこう引っ張ってください。引っ張ってこうやるとですね、かなり伸びるんですね。ちょっと顔が変ですけども、これ、こういう感じなんですよ。こういう感じ。ちょっと顔が今ちょっと変ですけども、こういう感じですね。で、これをやるとですね、頬が、ちょっと僕こっちの顔がシュッとしてますよね、今ね。ちょっと恥ずかしいで、こっちやります。はい。顔の変化が出すぎてちょっと怖いですね。で、これ、左だったら右。ね、こういう感じ。こういう感じ。で、こっち。引っ張る。で、引っ張っていきましょう。ぐーっと。引っ張って、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 耳の横に持っていくような感じ。もう一回いきますよ。引っ張って、引っ張って、あ、これ気持ちいいですね。このツボがあったと思うんですか、これにもね。引っ張って、引っ張って、引っ張って、変な顔ですけど、我慢してください。我慢してください。こういう感じですね。もう一回いきます。こういう感じ。引っ張って、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 引っ張って。こんな感じですね。で、これが引っ張るのが嫌だったら、こう押して、10秒キープ。10秒キープですね。はい。どちらかでも結構です。はい。こんな感じですね。お、いいですね。顔が、なんか先、こちらはちょっと膨らんでたんですけど、だいぶ今、いい感じですね。はい。こんな感じですね、簡単にできるんですよ。これをですね、オフィスでできなかったらお家でやってもらっても結構ですし、オフィスでやるんだったら抑えるとかね、抑えるだけでも結構です。で、こう、押しながら横に引っ張るのはですね、お家でやって、抑えるのは、オフィスでやるっていうのも一つの手なんで、ぜひですね、このやり方をですね、一度真似してやってみてください。きっとですね、顔の、筋肉、顔を触ることで筋肉のそのですね、いわば、血液の循環も上がってきますから、顔の冷えからもですね、軽減されるんで、ぜひ試してみてください。またですね、なんか質問とかですね、気になることがあったらコメント欄に書いていただいたらですね、ここからまたその動画をですね、膨らませながら、あなたにですね、改善をしていくアドバイスであったり、そういう提案をですね、していきたいと思いますんで、よかったらですね、コメント欄に書いてください。またですね、このスプレーがですね、結構注文、どうしたら買えたらいいんですかって聞かれるんですけども、これもですね、コメント欄の方にですね、炭酸スプレーの購入はこちらっていうですね URL を貼っておきますので、よかったらですね一度買ってみて使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。